春風涼しでございます。まあ今回長かったで、3回に分けましたけれども、今回は最終回としてですね、操作性、ね、についてお話ししたいかと思います。ということで、こちらだ、ドン！ということで、今回は操作性についてね、ちょっとお話ししたいかと思いますけど、まあこちらの表でございます。まあこれ見ていただいてね、分かるように、動画とスチルでは、かなり要求が違うので、どんな感じでしょうかね。さてはて、最後にですね、11から15の5個、最後形なとこなんですけども、動画の場合はですね、外形の統一って言って、サイズとかですね、まあちょっとここに今ソニーのキットレンズ、フルサイズ用と APS-C 用とありますけども、ほぼこれ外形一緒で、フィルター系も一緒なんで、同じレンズキャップがつけてありますけども、こういうのが動画の中では使いやすいです。動画って、まあ、レンズを取り替えながら使うんだけど、まあ、単純に言うと、ジンバルの上に乗っかってることをちょっと想像してもらえばわかると思うんですけど、レンズの重さや長さが同じ方が、いろんな面で、便利です。で、特にフィルター系が同じであると同じフィルター使えるので、さっきもいろんなところでフィルターでなんとかなるよって言ってたんだけど、フレアの問題とかいろんなものがフレアでなんとかするよっていうところがあって、フィルター系が同じであることのメリットは非常に大きくて、レンズ変えるたんびにフィルターも全部変えるっていうとお金がかかってしょうがないよね。それから重量バランス変わるとジンバルの調整がめんどくさいよねとかで、今いろんなことがあるんで、外形の統一っていうのは非常に重要で、今僕が使っている、ステレオレンズというかね、動画で使ってるレンズはやっぱりトキナの ATX-M の 23mm、36mm って、3つはほぼ外側が一緒で、重量が多少違うぐらいなんだけど、フィルター系も 52mm だったかな、全部統一されてるんで、ああいうのは動画レンズとして揃えるべき。レンズって1本で使うわけじゃないでしょ。だから揃えるのにフィルター系が同じっていうのがいいよねと。まあ最近は 67mm にみんな統一し始めてるよね。なんでまあその辺、レンズ選ぶときに単に画質とかじゃなくて、使いやすいかどうかっていうのは実はすごく重要で、現場行くとさ、現場のその被写体の方に気使ってっからさ、レンズ交換自体も、うわ、もうめんどくさいから今のレンズでいいとかってなりがちだから、そういうふうになこと思わないレンズを買うってことは重要で、どんなに性能が良くたって、付け外しがめんどくさくてでっかくなっちゃうとか、まあなんか、めんどくさいものは使わないから、使わないレンズにお金出してもしょうがないんでね、っていうのがあります。それから、12番のズームの繰り出しっていうのが、まあズームの繰り出しっていうのはまあこういうことじゃね、ズームした時に長さが変わるっていうものは、基本的には動画の場合は困る。フィルターがこう、なんていうのかな、マットボックスって言って、ここの上に、外光を切るためのいろんな装置つけたりしますけども、そういうのも、こうやってズームが動いちゃうと、非常に困ることが多いし、これもジンバル乗せた時に、ズームで重心が変わっちゃうと困るっていうのがあるんで、ズームはインナーズームにしてもらって、変動がない方が、それはありがたいよね、と。いうようなことになりますね。で、じゃあどのくらい重要かって言った時に、例えば富士の MK っていうシネマレンズね、ちょっと出してもよかった、怒らせ。これね、富士のシネマレンズですけども、これは当然インナーズームなんで、今ズームを回したけども、外側は全然変わらないし、重心位置も変わらないんで、こういうのがシネマ用のレンズってことなんですね。なので、本気でず、動画を快適に、本気でって言うと快適に動画を撮影したいんだったら、やっぱりそういう動画向きに作られてるものっていうのがあるといいよねってことになります。それからですね、13番の開放 F 値の変動、まあこの辺のレンズは開放 F 値が変わりますから、これフルサイズ用だけど、これは F4 から56に変わってますね。でこっちのレンズは APS-C 用だけど、これはF3.5 から56に変化してますね。で、じゃあそれを動画の中で使うときにどうするかっていうと、開放 F 値を使うときに、開放 F 付近で撮るんだったら、
例えばこれだったら 3.5 から56だから、マニュアルで F56 にして使うってことなんです。すると F56 にしとけば、広角から望遠まで全部56になるので変動のないレンズに変わりますね。ということはこの F 値の変動のあるレンズの開放値って大きい方の数字で見なくちゃいけなくて、これ F4 から56だったらこれ F56 レンズなんですね。こちら 3.5 から56の場合はこれは F56 のレンズなんです。で、開放広角の時だけちょっと一段明るくできるよっていうレンズ、動画の場合はね、そういう風に読みます。なので、どっちも56レンズかと、まあまあ暗いよねっていうことがお分かりになるんじゃないかと思います。で、F 値が変動しちゃった時に何が困るかっていうと、動画の場合は連続して撮ってからズームした時に F 値が変わっちゃう、要するに明るさが変わっちゃうよということですね。ただし ISO 感度をオートにできるんであれば、ソニーのカメラで言えばF 値が変動しても画面が明るくなったり暗くなったりしないので、ソニーのレンズ、カメラを使ってるっていう前提で言えば、開放 F 値が変動してもそんなに困らない。でも、ソニーのカメラでも、ログ撮影してたらダメ。ログ撮影の場合は、ISO 感度オートが使いにくいんで、画質が変わったりするんでね。この場合は F 値は大きい方の開放値。これだったら56年、56に固定して撮らなくちゃいけないよってことで。で、富士のカメラの場合は悲しいかな。画面の明るさがパタ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 します。ISO 感度オートになってても、連続した階調にならないので、カクン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 って明るさが変わるんで、F 値変動ズームは、富士の場合は非常に使いにくいですよ。固定しないと使えないってことね。うん。っていう風なものがあるので、できれば開放の F 値が変動しないズームを選びたいなというふうに思います。で、AF、ピント方式。ピント方式なんだけど、基本的には AF レンズっていうのは電気設定になってて、このピントリングは回して、いつまでも回っちゃうよね。で、ここのピントの精度っていうのが、ちょっと動かしたら大きくピントが動くレンズと、ものすげえたくさん動かさないピントが変わらないレンズとあります。それからカメラ側でその量を調整できるカメラもあります。で、その場合にね、まず AF レンズとマニュアルフォーカスレンズって用途が違うっていうふうにまずは考えとかなくちゃいけないんだけど、例えば、この辺のレンズのマニュアルフォーカスは、まあ、ちょっとでいっぱい動くっていうか、ちょっとっていうか普通の量ぐらいだよね。90度ぐらいで全部が合うんだけど、いつも使ってる ATXM の時なのね。ATXM の23、33、56の場合は200度ぐらい回すから、ものすごい細かい、ピント設定がマニュアルでもできます。なので、あいつがいつもシネマ3兄弟って言ってる理由は、フォーカスも電気設定なんだけど、たくさん回してピント合わせられるので、あれはいい。MF だなと、電気設定なんだけどね。ただし、一番重要なのはですね、機械式、要するに、オイルが入ってるヘリコイドって言って、機械式にこう、無限に来たらパコンって止まるし、最短に来たらパコンと止まるレンズですね。で、レンズの方が、動画の場合は、ピントで、動画表現ができやすいです。動かし始めから止まるまでがもう人間の技そのままがダイレクトに伝わってるので、あっちの方が気持ちがいいです。で、いい、動画。だから動画の場合画質だけじゃなくて、いいレンズワーク、カメラワークっていうのも必要になるので、要はね、レンズ性能にだけこだわって、レンズ選んでしまうと、レンズワーク、カメラワークに悪影響を起こしてるレンズっていうのはたくさんあって、ここに今並べてる項目がその、結局はレンズワーク、カメラワークにね、支障をきたすところなんですけども、まあそこでですね、MF レンズの、要するにオイル式、機械式の方がいい理由がたくさんあって、さっきの、これも当然機械式ズームなんです。この AF の時代にね、
で今ちょっとさっきもちょこっと言ったけど DJI のこの、バニアルフォーカスレンズを AF 化するあのユニットっていうのがこの夏にね2022年の夏にリリースされたわけだけど、それはとってもいいです。でこれなぜAF がいいかっていうのはちょっとプロニュースの中で記事の中で書こうと思ってますけども、単純に言うと人間が合わせたように人間が手で合わせたのと同じように動いてくれるからなんですけども、そっちの AF の方が今後良くなってくるだろうし、まあ各社それと同じようなのを目指してくるような気はするけど、なかなか DJI には追いつけないかなというふうには思うんだよね。なのでどうかですね、AF レンズの方が便利で使いやすいんだけど、動画を撮るんだったらマニュアルフォーカスレンズも一本持ってたいなと。じゃあどのくらいのレンズ画角の方がいいかって言ったら、標準レンズの MF のレンズを一本持っててほしいなというふうに思います。なのでフルサイズだったら 50mm ぐらい。スーパー35 APS-C だったら 33mm ぐらいのところの MF レンズが一個あるといいんじゃないのと。で、最後に15番ですけれども、ズーム倍率についてですけども、動画の場合はね、一つのカットの中で、要するに レコーディング中に被写体が大きく動いた時に3倍ズームじゃ間に合わないことがたくさんあります。運動会想定してもらうと分かるんだけど、最初遠くにいたのね、ものすごい望遠で撮ってて、で自分の目の前がゴールって言った時にはもうちょっと広げたくなった時に、まあ、最低でも10倍欲しいんですよ、動画の場合はね。で、あわよくば20倍欲しいし、プロ用だと50倍なんてのもあるわけですよ。なので、スチル用の3倍ズームなんてのは、動画の中では単焦点レンズとほとんど変わらないんで、そこに恐ろしい値段20万以上かけたって、俺は無駄だなっていうふうに思っています。だったら単焦点のいいものを買った方がいいんじゃないのっていうふうには思いますんで、いわゆるスチルの第三元レンズみたいな、28-70みたいな3倍程度の、ズームは、お金かけるだけ無駄。そんだったら、あんなものに金かけんだったら、きっとズームで十分。全然これで、高い G マスターぐらいのレンズに勝っちゃうから、こっちの方が。使い勝手で。どっち使うって言ったら、小さくて軽くて機動性がある方が使うから、もう何倍もこっちの方が使い勝手がいいです。なので、そんなものにお金かけるぐらいだったらば、単焦点のいいレンズとか、高倍率のパワーズーム、ね、電動ズームが入ってる方がいいです。ということで、3回に分けました。最後にね、全体のまとめを、ちょいと語ろうかなと思いますけれども、ちょっと思い出すと AF についてはスピードそんな速い必要はないよと、むしろ迷わない AF の方がいいよということで、それから DJI の、ライダーレンジファインダーっていうちょっとまあ特殊なもんですけども、まああれを機械式のマニュアルレンズにつけた AF の方が全然人間が操作してみててかっこいいよと、すごく自然だよというような情報は、お話ししたかと思います。なので AF はね、もうね、最近出たレンズなら何でも一緒。そんなにメーカーもあんまり問わない。で、もう最近メーカー何やってっかって言ったら、猫に合わせますとか、自動車に合わせますとか、飛行機に合わせますとか、電車に合わせますとかっていう、もう特殊用途に走っちゃってる。つまり、普通の撮り方はもうほとんど差がないってことでね、そこで戦ってもしょうがないってことになって、特殊な被写体に対して特化していくっていうような、右目がいいか左目がいいか合わせるのどっちみたいなところにまで行っちゃってるんですよ。なんだけど、例えば右目に合わせるか左に合わせるのかって言ったら、ちょっとこういう寄った時にどっちに合わせるかみたいな話になっちゃってるんだよね。だけど動画の場合にさ、動画撮りながら右にしたり左にしたりっていうのは、ちょっとありえないよね。現実問題として。撮り始めの時に右目に決めましたと。で、録画が始まりました。右目ずっと追っかけてますっていうのはわかるけど、じゃあ、右目に追っかけてて、こうやったらどうなのと、右目が奥にあって、僕右目こっちね、こっちにピントが合ってたとして、で、こうやった時に、ずっとこっちでいいのって、で、そんだったら真ん中に合わせてあった方がいいじゃないみたいなことを、
ですよ。なので現実的にはいろんな AF の高機能化が進んでるけど、まあ、動画にとってはそんなに恩恵がないというところだよね。なので、まあ、AF について言うと α7S3 以降の AF はまあいいかなと。で、富士フイルムで言えば H2S 以降の AF はまあいいかなと。 T4 でも悪くないんだけど、 T4 がやっぱちょっと暴れることがあるんで、まあ、それに比べれば、まあまあ H2S 以降の、AF であればまあ何でもいいかなと。つまりボディ側の問題だよね。で、レンズが、これがね、よくソニーさんが言ってる純正ならば本体の機能が 100% 引き出せますみたいな言い方するんだけど、まあ、ライセンスしてね、サードパーティーに作らせてるところもあるから、大体同じ性能は出てるんですよ。なんで、まあ、サードパーティー製で、例えば、ATA-XM の話ばっかりしてるけど、トキナのレンズをつけても、相性が悪いと思うことはまあまあないし、動画で言えばそんなに最先端じゃないから、まあ、どのレンズつけても、だからサードパーティー製のレンズつけて違和感があったことがない。大丈夫ってことだよね。純正でも古いレンズつけちゃったら暴れたりするし、古くなくても、純正レンズでダメな場合もあるからさ、それはもう被写体の問題として捉えた方がいいので、だから AF でそんなに、こう、ガタガタもう言う時代じゃなくなっちゃった。だから、AF 動作音、ガガ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 ガって言ってるっていうのに関して、まあ、Vlog みたいにね、マイクが近くにあって、その音が嫌だなっていうのは、まあまああるんだけど、まあそれも最近の編集アプリがそのガガガガだけ消すようになってきたから、それもまああんまり気にしなくていいかなと。だったら描画だけで選べばいいじゃないかと。ちょっと古い AF でも、描画で選べばいいんだよというふうになってくるので、まあ、そんなに問題じゃねえかなと。だから嫌な AF っていうのはビビって合わせてここ、ビビって合わせてここ、ここってやってんのはちょっとダメなやつなんで、その辺はちょっと店頭で、お店で、ちょっとやってみればわかるんで、ちょっとそれから触ってみた方がいいよという気はしますね。なんでまあ、最近の2001年以降のレンズ、2002年製なんかだったらもう どれでもいいんじゃないかという気がしちゃうね。あえてどれというふうに選ぶよりもね。なんでむしろ APS-C に限って言えば安ければ安いほどいいんじゃねえのみたいなぐらいに思うぐらい新しいレンズはね、どれでもいいかなと。だって古くたってさ、このキットレンズ、これ2010何年製だけど、全然 AF も問題ないし、描画もいいしね。っていうのは、レンズ設計がさ、もうコンピューター設計になっちゃったから、昔は職人芸で、メーカーの差ってあったし、味付けの差っていうのが出てたけど、もう最近はさ、もうコンピューターで設計しちゃうから、描画に関しても、ほぼ一緒。だって使ってるアプリが一緒なんだからさ、ちょっとパラメータいじるぐらいのもんになっちゃうんだよね。で、最先端は何やってかしたら AF をスピード上げることだけにエネルギー使ってる。それからサイズを小さくすることにエネルギー使ってるっていうぐらいのことなんで、別にそんなのお付き合いしなくてもいいんじゃないのっていうところです。で、動画は特に AF のスピードはいらないから、そんな AF にお金かけてるレンズを買う必要はない。AF に力入れたが、ために画質が落ちてて、画質を上げるためにレンズ枚数が増えてるような、そういうレンズは使う必要がないんじゃないかというふうに思いますね。なんで、まあ古いレンズでいいんじゃないかというぐらい動画の場合はね。で、古ければ古いほど、まあシネマらしいですよ。レンズとしてはね。設計が良くなればなるほど、ちょっと今まで見たことないような画質になっちゃうから、ノスタルジックさはないしね。まあ、気に入った描画があればそれでやればいいけど、概して新しいレンズ高いのが多いから、まあちょっともったいないかなという気はします。で、あとまあ、本体の大きさについて、まあ、ちょっと言わなかったんだけども、時のATX-M シリーズの3本組みたいなのは、レンズをこう取り替えても同じ描画になるよと。後ろの背景のボケ方が一緒だよっていうことがシネマの場合は重要だと。レンズを変えたら発色とか後ろのボケ方が変わっちゃうと、引いた絵から急にアップに切り替えた時に後ろが変わっちゃうと、これはえってなんか違う場所になっちゃったのみたいな雰囲気になると、これは映画とか動画の世界が揺らいじゃうからね、雑音になっちゃうから、そうすると全部が同じ描画してくれるレンズセットっていうのを使いたいなと。なのでAPS-C の、23、33、56みたいなものが、トキナ以外でもね、いろんなメーカーから
出てますから、まあその辺は探っていきたいなと。であとはもうね、動画屋さんが撮ってる作例を見て、まあその描画でこれ気に入ったなっていうのを選ぶのがいいんじゃないかなというふうに思います。なので要するにね、純正レンズがいいんじゃねえか神話から抜け出したいなという気がしますよ。特にソニーはそういうね、純正がいいんだと、ブリジングを抑えるからいいんだとか言ってんだけど、ブリジング補正ってアクティブ手ブレ補正と一緒で、要するに拡大して切り抜くんだよね。っていうことだから画角が変わっちゃうからさ、それがいいのか悪いのか、だったら初めからブリジングのないレンズ使えばいいじゃないかっていうことだよね。で、ブリジングがないっていうのはどういうことかっていうと、まあ、無理してない。レンズが無理してないっていう感じかな。ちょっとその辺は難しいところはあるんだけども、すごく簡単に言うと、ちっちゃいレンズが性能がいい。動画的に言うと。大きいレンズは動画的には使いにくい。っていうふうに思うといいかもしれないね。すごく大雑把。まあ、そんな感じなので、おすすめはいつも言ってるように、時の TXM シリーズが春風涼しいは今のところおすすめなんで、たくさん語ったけど、ひとまず、まあ、その AF レンズで言えば ATXM シリーズが、まあ、無難かな。無難。使いやすいレンズだと思います。でも今ね、シネマレンズの F1.0K をちょっと借りてきて、ちょっとテストしようかなと思ってるんで、そういうちょっとおバカレンズ群もちょっと気になるレンズでございます。ということで、春風涼さん、レンズ選び、まあ、参考なんで、まあ、ね、今の人はさ、こういう理屈を聞くより、じゃあ、どれがいいのっていうのが大好きな人が多いんで、まあ、わかんない人は、まあ、ATXM シリーズが春風涼しは気に入ってっから、俺と同じような絵を撮りたい人はそれを使えばいいし、俺の絵が嫌いな人は他のレンズを探してほしいな、というふうに思います。でも、春風涼し、今のこのレンズだけで、まあ、満足してるわけじゃないので、今後も探していきたいと思います。いいレンズがあったら教えてください。ということで、春風涼しでした。